1番ハブの前受け、後ろ攻めから三重勢抑えに出まして、5番下井龍先頭へ、中段はどうか。1番ハブ、外から4番藤田大輔、覆いかぶせるようにして4番藤田、3番手外側で1番ハブは車を下げず3番手並んでいきました。5番下井のマイペースがかないそうで、残り1周半、3番手は外に千葉勢、内に1番ハブと6番平沼の即席コンビという体勢です。下井龍ペースを掴んでいって、外目から少し踏んでくる4番藤田は番手に追い上げてくる。3番西村、今日も狙われてしまって、2番の小野雄二がその後、1番のハブはまくりに回りやすい展開、3番西村の波を乗り越えていって、1番ハブ厚弘、この間に5番下井龍もスピードを上げている。117機並んできて、5番下井の先行を捕まえて、1番ハブ厚弘、3番西村、3番手競り勝って、あと4番の藤田大輔もう一度追い込んでくる。2着争いは接戦だ。1番ハブ厚弘降臨、2着は5番の下井龍、結局粘りました。3番西村3着です。